カードゾーンの敷地の奥に隠されている武器はこちらです。ジョン・ジーが監禁されてます。ダウンタイムが何時に終わるかということについてですが、はい、皆さんこんにちは、マーシーです。チャプター4シーズン4来ましたということで、今回はシーズン4にまつわる秘密を紹介していきたいと思います。新シーズン楽しみという方はマーシーくんのいいね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは行ってみましょう、レッツゴー。はい、新シーズンのトレーラーが公開されたので、こちらをまず一緒に見ていきましょう。来ました、新しいトレーラー、新シーズンのチャプター4シーズン4。おお、すごい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 、何この、ま、あ、これあれじゃん。え、どういうことどういうこと、新しいキャラクターイケメンだね、イケメンだね、随分、え、かっこいい、なんかチャプター2シーズン2みたい。おろ、なになになに、これどういうこと、バトルバス、え、新しいスキン、これなんかアジトみたいだ、かっけー、かっけえぞこれ、めちゃくちゃ。おー、なんかスパイみたいな感じだね。これめちゃすごっ、何これ、新しい武器かな、新しい武器だろこれ、このスキンやば顔がやばい、アジト潜入成功だみたいな感じだね、すげえ。金色、金色、前田作る、これ何何、バレた、え、どういうことどういうこと、やば、ラストリゾート。はい、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃすごくない、なんかチャプター2シーズン2みたいな雰囲気あるよね。一つ目の秘密なんですが、なんとシタデルがなくなって、この写真の家が追加されます。これはトレーラーにもあった重要な場所になりそうです。お次はこちらを見てください。新しいロケーションを謎の男が覗いてますが、サングインスイーツ、リラックスできる隠れ家、ソーラーセレニック、そしてもう一つ、全部で4つ新しいロケーションが追加されました。個人的にはこういったリゾート地のホテルみたいな雰囲気めちゃくちゃ好きなので、マジで最高。そしてお次はこちら、バトルパスに登場するスキンが公開されました。画像に映っている8人ですね。ノーラン・チャンス、パイパー・ペース、フィッシュ・スティック、メイ、アントニア、カベイ・ラメ、カドソン、アソーカ・タノ。どれがどのスキンかはちょっと俺わからないんですが、この8人は確定してます。個人的には筋肉のあるフィッシュ・スティックと翼が生えたあのイケメンが好きです。みんなはどのスキンが一番好きですか？よかったらコメントで教えてください。そしてお次の秘密は、新しい武器が登場します。新武器は毎回必ず登場しているのですが、今回は分かってる範囲で6種類登場します。結構多くない？今後もっと増える可能性もありますが、ティザーのこんなやつとか、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 こんなやつです、めちゃくちゃ面白そうな武器が多いよね、マイダスのドラムガンとか復活が熱すぎる。カードゾーンの敷地の奥に隠されてる武器はこちらです。ファウンデーションの MK アサルトライフル、マイダスのドラムガン、ジグ&チョッピーの光線銃。懐かしいね、これ本当に、これはめちゃくちゃ最高じゃない？あの時の武器が戻ってきたんだと思うとマジで最高。そしてこのイケメンのカードソーンがオロの頭を持って登場しますが、これはなんとオロが初めてアイテムショップに並んだ日だそうです。これはタイムマシン的な感じで過去からオロの頭を持ってきたのでしょうか？どういうコンセプトなんでしょう？みんなも推理してみて。そしてお次はジョン・ジーが監禁されてます。これもあまり知られてないけど、俺が考えるには彼もどこか昔から連れられて閉じ込められているんだと思います。オロと同じで重要人物として監禁させられているんじゃないでしょうか。とりあえずジョン・ジー頑張って脱獄してくれ。そしてまた武器関連に戻りますが、なんとキネティックブレード、刀が戻ってくると言われてます。これはどんな感じで戻ってくるか不明ですが、意外と人気武器だったので楽しみです。そしてお次はタイトルについて。ラストリゾートというタイトルですが、最後の手段という意味だそうです。最後の手段を使って何が起こるんでしょうか？おそらくですが、時間軸を移動することが最後の手段なのでしょう。
昔のフォートナイトのキャラクターをこちらの世界に持ち込んで何か企んでいるということですね。その何かは分かりませんが、これも良ければ推理してみてください。ダウンタイムが何時に終わるかということについてですが、今回はいつもよりも重いファイルだそうです。なので毎回だいたい8時とか9時に終わるので、今回はもしかしたら10時とか11時ぐらいになるんじゃないかなと思います。あくまで予想なので分かりませんが、はい、ということでこれを踏まえた上でもう一度あのトレーラーを見ていきたいと思います。これ何、月？いやーこれ綺麗だな、めっちゃアジトだね、完全に。やっぱりあ、これはシーズン3にもあったやつだ、あの光だ。キネティックブレードあるね、やっぱり。でオロの冠を持ってきたんだ。コレクションみたいな感じかな。でこの人たちは潜入すんのかな。いやーやっぱりピザいいね。はい、後ろから潜入しました。うぃー、やっぱなんかチャプター2シーズン2感があるよな。結構好きだよこういうところ。これは何、勝手に撃ってくれんのかな、すごくね、これかっこよ。これ移動系のアイテムだよね多分。建築とか破壊できるのかなここ何回見てもおもろい。いやコレクションがめっちゃありますね。金色になってんだよね。やっぱりマイダスのところから持ってきたんだよこれ。これボスでしょ絶対。すげー、めっちゃ楽しみだなこれは。マジで楽しみだ。これがねラスト試合なんだよ。いけ、ゴリ寄せゴリ寄せ、やってくやってく。やばい、なんかバイク来たよ。ゴリ押してく、ゴリ押してく。おお、危ない。いやーマジでなんだかんだ、でもシーズン3も楽しかったね。泣いても笑ってもこれがラスト試合でございます。マジで最後ぐらい勝ちたいぞこれ。うお、そのプレイヤーだ。え、うまい、いや、うまい、この人は。あ、うまい人だわ。いや、これえ、めっちゃうまくない？この敵引く選択肢あるよね。いやマジでこれ逃げたい、負けたくないこんなとこで。いやなんかめっちゃ赤いんだけど、待って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 、めっちゃ赤い、これ何。いや飲ませてこれ。いやー待ってくれこれも。うわ最悪やん。うわマジか。はい、ということでいかがだったでしょうか。個人的には今シーズンはかなり期待してます。皆さんはどんなシーズンになると思いますか。新シーズン楽しみって方はマーシー君のいいね、チャンネル登録、グッドボタン、通知音よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バーイ。